はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、南越前町の洞窟ですね。なんかいつも見てるんだけど、通っているけど横目で見て入ったことがないという洞窟を探検しに参りました。そしてカメラ、メモリーカード忘れちゃったんで、小僧の持ってるアクションカメラ2000何百円のやつを使って今日は撮影となっております。ジンバルがないので残念ながら今日はブレが生じるかもしれません。その辺ご了承ください。こちらの洞窟の詳細というか、ざっと言いますね。カブラキ下長谷の洞窟って書いてあります。この洞窟は1336年追われたのをここに逃げ込んできたっていう洞窟ですね。ざっくり言うとね、ちょっと詳しくはまた書いてください。下長谷の洞窟です。そんな大きい洞窟じゃないですね。じゃあとりあえず行きましょう。今日の相棒は、今日はヘリオスさんで、ヘリウスかな、確かわかんないけど、のミッドモードでいいや。はい、ミッドモードで行きます。あ、後ろ、あ、ま、前行かない。あ、深いかな。あ、狭いね。そんなに奥深くはないんだ。ちょっと止まるよ。はい、ローモード。ローモードで一回出していきます。まあこれ後ろ見るとこんな感じですね。ほんで、で、この奥の方にですね、なんか手でなんか文字を彫った跡があるらしいです。探してみましょう。なんか、どっかにね、文字彫ったるんやって、昔の文字。ヘリウスが明るすぎるんでヘリウス明るすぎるんで、あのワイドハイコーナー、スルーナイト T1 いきます。スルーナイトの、ハイは眩しいな、ダメだ。結構ローにしとこう、ゆるくしとこう。わ、こんなとこで隠れたんだよな。追われてると隠れちゃう。あ、書いてある書いてある。あっさり見つかっちゃった。ガン、ちょっと照らさんでいいわ。おい、普通のナイトでいいか。何元に、でもまあ、サイト見つかっちゃいましたね。ここ、ほら、なんか書いてあるやろ。なんか書いてる。元は読めるな。隠れてた方が書いたものなのか、おそらくだけど、その隠れた方じゃない気がしますね。でも、ここ今平行がかかったか。こうじゃない。こんなとこ、ここで平行かかったら死ぬぞ。フェマール親子、洞窟でお亡くなりになりました。原因はおならでした。最悪じゃねえか。ちょっと詳しく知らないですけど、天皇家の方がの一族の誰かがここへ逃れて逃げて隠れてたという話ですから、まあ昔こうやって隠れてたんでしょうかね。こうやって洞窟なんです。ちなみに今日のアクションカメラどうですかね。広角レンズなんで、こういう探検にはいいかもしれないですね。普段使ってるのも結構広角なんですけども、これさらに広角ですけど、今の洞窟とは別にここにも洞窟があるんですな。はい、失礼しますよ。よいしょ。はあ、ちょっとした洞窟ですな。うん、タイヤがあるよ。ゴミ捨て場になってますね。まあそんな感じですな。出ますね。ではそんなわけで、まあ、今日はこちらまでで終わりますね。今日カメラがねこんな感じだったんでブレブレで申し訳ない。本当ちょっと簡単な撮影になっちゃいました。逃げてくるにしてはすぐ見つかりそうな目立つ洞窟なんですけどね。どうなったんでしょうね。はい、まあいいや。今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェマールでした。ありがとうございました。